時以来。来た来た来た、不穏な BGM っていうことはこの先で何か進展があるってことだ。かわいそうなサイバー。こんなこと終わりにしよう。ね。リノアベガ。どういう付き合いなん二人はな。サイファーやめろ！リノアベガとアデル、魔女は一つによく見てろよ、スコール。音量上げる。バチコン。一つになんの？こうガチンってこうぶつけ合わせたらなんの？あ、いいねいいね。なんか生々しいね、急に。おーおーおー。前に突き出して。あ、もう開眼してんだ。めっちゃ女神転生じゃない？知んないけど。あべべべ。言語と言ってる。道になってるけどこれ、あ、すげえ。やっぱ鋭利な爪があると結構こういう時に助かる。え、これリノアベガが戦闘モード入ってる。これいけるかな。ちょっとゼルディあ、しっかり組み込まれたる。これボーボボで見たって、あのボーボボのな人形、相手の人形をさ体にひっつけてさ、そこにメス入れたら相手も傷つくみたいなやつ見たって。スコール、まず危ないから、とにかくこれはな、プロテス、いやシェルだなこれ。とにかくシェル巻いてこう。メテオでしょ。メテオそんな効かないと思うんだよな。まあ1000万くらいか。音でかいっすね。あ、ちょっと待って、音でかいっすね。シェルね。シェルで、まあ一人一回自分ごとに。で、次ゼルが、あれよ。でもシェル巻くとケアが効かなくなんな。ちょっと盲点だよ。欠陥だよ、これ。いで。すごい厳密にやってくるんだよな。めんどくせえな。プロテス巻いちゃう、逆に。あれ、友達がスプラットやってる。ほんわかするぜ、これ、本当に。すんと現実に。返してくれる。私がのめり込みそうになった時に。それが友達の役目でもある。半減、まあ2分の1くらい、3分の1くらいにはなってる感じがするよ。何を攻撃したらいいんだろうな。アデルに魔力が集中する。ああ、これパンチあるな。誰か図書館できる人。ライブラあるじゃん。あ、いやもうリノアベガからやる。いやでもなんかまずいな。なんかリノアベガやったらスコールなんかまたあのなんかゴシック体みたいなやつで、そしてリノアベガを、あ、そう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 、やっぱアルティミシャに回復する。レベル38だって。マジで反対側から見ちゃう。どういう作り方されてんの。やっぱそうだよこれ。缶コーヒーとかでついてくる、あ、フィギュアとか一緒だわ。あんま下の方作り込まれてないんだよな。まあいよいでしょ。なんか合成樹脂みたいなので作られてる感じ。じゃあ、ひたすらにじゃあ殴る感じでいいっすね。リノアベガキャーみたいになってるから。リノアベガ HP いくつなんだろう言って。まあ、まあ、一撃は食らってもらいますよ、リノアベガさん。スコールからの洗礼を浴びてもらいますよ。目を覚ましてってなってるけど、別にリノアベガはそんな落ちてない、まだ向こう側に。それでもやっちまうんだ。どうなる？いくつ聞く？ 5000。リノアベガが言った通りじゃねえか。スコールが蹴りつけた全てにこいつが全ての男を狂わせるんだ。こいつが全ての元凶なんだ。ガルバディアも何もかもこいつによって狂わせる。そもそもこいつが魔女を解放したのが俺だったんだ。こいつが魔女なんだ。生まれた時から魔女だったに決まってる。どこだこれ。一人バーサク状態で置いといてもいいな。ゼルディンとかバーサクで置いとこう。もうこの際めんどくさいから。これ突っ込んでってもうある程度の策はできた。とにかくリノベアに標準合わせないようにやっていかないといけないっていうとこはまあ分かった。まあ全てを掌握したに近いわな、これ。宇宙の神秘ごと解明したわ。とにかくブラックホールがどれほどのデカさなのかはもう全て把握した。めちゃくちゃ人型だけど、これ誰か会ったことある？結構そのまま面影ありそうだけどな。そんな顔が壊れてるわけじゃない。そんな崩されてないんだよな、これ。絶対誰かの知り合いじゃない？なんかラグナあたりとさ、リノアベガ助けて、あ、アデルだけになるんだ。言ってましたわ。よく見た。まるで相手にしてなかったけど、私が。バーサクってこれ味方に打ってないのこれ。あ、打てた。オッケーオッケー。これで、KR 側を、こっちに打っといて。よーし、いいぞー。リノアベガに当たっとるぞ、お前。上にだけ合わせろよ。そこまでわかんなくなっちまうのか、お前。あかん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 。とにかく、ブリザガを。ゼルが治る前に。ゼルが死ぬか、リノアベガが死ぬかな、どっちかだよ、これ。その前にうちら二人が、三すくみになってる関係性が。当たってるか？当たってない。今回はラッキー。ひどいでもこれさ、GF 打った後にさ、リナーベが回復してるのこれ一生いけんじゃねえの？これ来たな。一回リナーベガにギャル打ってみよう。通るんじゃないのこれ。これいいんじゃないこの戦い方。リナーベガに標準合わねえな、これ。ここシビアなんだな。リナーベガ合わないな、これ。あったあったギャル打っとこう。いいよ、スコールがさっきの分、ちゃんと手厚くやっておかないと。こっちにしとかないと、ケアルを。トリプルで。どんくらい効く ?3000 はいかないでしょ。はい。あ、俺、リナーベガとゲームも。ああ、じゃあこれ JF 打とう。JF 打って、キスティスさんがシングルでケアルが打ってるら絶対いけるわ。勝ったな。一人一回までにしよう、じゃあ。殴るのは。回復するんだよな攻撃しないと。だから絶対 GF で一発ぶち殴って4000くらいダメージ与えてるの方が効率いいよな、絶対に。すぐ入んねー。でも次来るぜ、GF がよ。これだけが楽しみなんだしな。一体何が起こるのか。これはみんなに見届けないと。3回当てるって。いや、一発死にはないでしょ。5000くらいは耐えるんじゃない？すぐゼロデンがケアル打ってあげりゃいいから。5000。リナベから、こいつ打たれよすぎるだろ。完璧な作戦だったのになんなんだよ。5000も入んの、リナベガに。元からあいつ体力が、あの子5000くらいなかったっけよ。ケアルも打っといたんだけどな。いや、初手1回 GF って言うよ。なんか GF なんか前3発くらいまで耐えてなかったっけ？いや、絶対これが活路だわ。このボスキャラにおける。リナベガごと言ってリナベガを回復していけば、順当にいける。どちくしょうでもいいんだ、何でもかんでも。勝った方が正義なんだから。わしのやり方が合ってるってことになる。後世の奴らもきっと証明して、後世の奴らはちょっと後々なんかごちゃごちゃ、横やから、横やり入れてくるかもしんないけど、別にそんなんいいんだよね。今の時代が正しきゃいいんだよ、お前。どんな凄惨な時代だったらなんだ、いろいろ関係ねえんだよ。その時正しかったものが、全て。いいんだよ。自分が生きてる時代のことだけ考えときゃいいんだよ。未来のこと考えんなよ。今の日本がそうだろ。お偉いさんが決めた方針が一番正しいんだからね。それに沿ってやるしかないんだよ。悲しき国民性であった。お、ゼロ大丈夫か？ああ、ゼロだけを狙うんだ。そんなな、みみっちいこと言ってんじゃねえよ。全部行くぞ、私は。欲しいもん全部もらう。しかし、デュエルしてみよう。あ、いいね、これ、ゼルディン、やっぱ、バーサクにはちょっとなんかロマンを感じるんだよな、私は。てか、トリプルが確定で打つ。よし、ドルフィン決めよう。ドルフィンブロー決めよう。からの、メテオパレット打つと終わっちゃうんだけど、メテオパレット打ちたいから打つ。これで1000も稼げてないんかな、この感じだと。500くらいいくでしょ、さすがに。500はいくでしょ。まさか800、あーまあ、700くらいだったら全然上々じゃんかい。あ、これあれだ、リナーベガにこれ、回復するときに HP 吸ってんだな、これ。あ、じゃあそれは悪いことしたわ。悪いことしたね、うちら。ちょっと改めるか、一回。じゃあ、ゼルがリノアベが回復係で、それでいこう。はい、GF いきまーす。で、ゼルがケアルガで回復しまーす。OK。これで絶対にいけるはず。とにかくリノアベガを回復して、キスティスさんがトリプルで削りまくる。ブリザガでちょい削り。さっき500出てたもんな。やっぱあの魔法特化セット持ってこないとまずいな、これ。さすがに死なんでしょ、これ。ケアル何回打ったと思ってんの、こっちが。3、4回くらい傷口に押し合ってやったんだから、ケアル。あ、やっぱそうだ。これ押せるぞ。リノアベガに2回打って、ここでうまいこと言ってる。なるほどね。これが一番早いな。RTA 的に。1回ケアル持った。秋2人はもう魔法打ってきゃ、ゼル結構入るな、これ。キスティスさんより入るんだけど。ケアルが打ってた。ちょっともう今、次ケアルするつもりだったって。あ、結構面白いかも、このボス。もう3、4回くらい見たこの面で。いや、さっきサイファーから聞けなかった GF がめちゃくちゃ効いてきてんじゃねえの、ここら辺で。まがまがしいですね。リナベアもあんまり恐怖におののいてる感じの顔じゃない、よく見たら。それもまた。この生地すごいな、服の材質がこれ。生属性とかやってみよう。どんくらい効くんだ、これ。500ぐらいはいく、さすがに。回復してる、回復してる。こんなくまがまがしい見た目なのにホーリーで回復してる。聖なる使いだと言い張って自分で回復してる。逆境を乗り越えてってる。なんであのリナーベガの服なんか黒くなったね。血吸っちゃってるの。いででで。さすがにケアルラ自分で打っていい。これ2000くらいは回復するんじゃないのこれ。まあ、ゼロでどんまいどんまいどんまい。さすがにこちらが先入観で攻撃しすぎた。もうそういう時代を終わりにしようっていう話をしてたけどさ。仕方ねえじゃん。でも確かにさ、なんか他の奴らがさ、だいぶ色彩はいい感じよ。明るめではある。悪しき部分が全部多分リナーベガに行っちゃってるんだと思うんだけど。てか魔女作ってるのにめっちゃ男じゃね今気づいたわ。あ、それこそ私が見た目で人を判断していないことの表れだよ。今の時代の人は迎合してんだよ。そこら辺見る限り。サンダが打って。はぁ、カンソルを動かして A ボタンを押すだけの作業。気が遠くなりそう。いつか報われんのかなこの作業の全てに。今回でいいか。まだ音量倍いじってた。はあ、あくびが出るような試合。消化試合です。お互いに。向こうの言い分聞きたいな、そろそろ。なんでこんなことになってんのこれで合ってんのか、マジもうどうせこれ早送りになるんだよ。暇してボタボタやってるから。香りのアベガの。おー。具体的にどう聞いてんのどこにどう聞いてんのこれ。絶対解明され、水でちょっと上げて落とすって。薄く張った水の上に叩き落とすから痛いんじゃないの水って。そういうもんでもないのかな全然進んでないな。ああ。勝ってるなんか死んない。ちょうど人があくびしてる間に何膝までついてる。ここから立ち上がって海パン一丁で何かしでかすかもしれない。監視の目を緩めるなー。あ、やばい、もうまた。無遊病になってる。最後誰が決めたんそんなことより。何も見えなかった。エローナ、今がチャンス。達成感の、余韻に浸りたいのに、決定打がわからない。あー、これで過去に送ってっていう話ね。このアデルと一緒に過去に送って、なんか時間主義がうんちゃがうんちゃがって。エローナ、もういい。リナーベガだけ取り戻すんだ。どういうこと?まあ、できてるってことです。なんかこう、裏で。まあ、これはすべてスピリチュアルの世界である。おー、育むな。これで帰ってきた。アデルだけ過去に送って、リナーベガだけこの状態に置いとく。若いアデル。アルティミシアはアデルの中のお望み通りの結末だぜ。さて、こっからが大勝負だ。時間圧縮始まるぜ。愛と友情、勇気の大作戦だ。頼むぜ、迷いの若者たちよ。若者たちよ。おー。あ、こういった感じでうねりを催していく感じか。あー、まあ時間と空間の圧縮でしょ?要は、ぎゅっと、キュッとこう、詰まっていく感じ。放出されたんだけど。あ、これも圧縮された世界。あ、何?難しいな。お、メチルっぽい。わかんないけど。これに?難しいな。抽象的なものの芸術っていうのわかんないのよ、私には。どこに行ったらいいの?あ、このまま身を任しちゃっていいのかな?風の行く先に。あ、海にも到達して。イディアの家へ。ああ、うちらが強いらったのイディアだったか。イディアの家か。私きっと消えちゃうな。あ、だ、花畑あるからどうせ会うじゃん。なんだ。俺のそばにいれば大丈夫だ。俺がお前を消さない。ああ、いいね。お熱い子って。あ、大変喜ばしいと。微笑ましいでございますが、ね。これは何?カモメ?海猫?誰?ペリカン?見えない。カラスか?なんだ?マジの象徴。カラス、うん?なんだ?悪夢だ。いや、こういう時なんか必ずインフルエンザの時に見る夢みたいな話になるけどね。インフルエンザの時夢見んの?それこそ夢見れなくない?そんな余裕なくない?レム睡眠極まってるんだろうけど。おっと、あ、怖い。え？チャラララキスティさー、怖い怖い怖い、もう誰の世界これ。責任取って誰か電話しますけど。さあ終焉が来たぞと言わんばかりの。おあつらい向きに今こんなにも用意してくれてありがとうね。裸もよ。セーブは今セーブが熱い。絶対に見逃すな。このセーブポイント。こっちで合ってる。ごめん、こういう演出マジ怖い。ごめん、言ったじゃん。これ抽象的なのマジ苦手なんだって。誰これ？あ？人ですよね？あ、アデルらへん？アルティミシア系？二人いるの？おまま先生は88。やっぱ悪夢ってことで合ってるね。なんだこれ、絵に描いたような笑い方してたっけか。回復せえよかったよ。あらボスラッシュみたいなもんか。これ特別編みたいな。うん、じゃ身に覚えがないこの人。誰。とりあえず己の身は己で守って手ある巻いてから様子を見る感じで。まあ、一応泥を試みはする。一個ずつしらみつぶしよね、結局。これで、魔女。あ、今持ってんだ結構。さっきの無事全部取り返せそうっちゃ取り返せそう。あー、これどうにもなんないんじゃない？早期に諦めて。諦めこそはするわ。GF でもう押せるんだったら、結構物理っぽいな、なんか知んないけど。物理だぞ、なんでなんだ。これなんか X ボタン押しちゃった。何が起きたんだ？シェルで、1、2の3。あ、シェルじゃない、プロテスマ来たかったのに。ミスっちゃった。まあ全部そんな効かねえからいいか。あ、なんかいいわ、これ。これで GF 巻いて置いとこう。そしたらいつの日か決着がついてるから。あ、倒しちゃった。やべ。あ、次のやつ来た。よかった。搬入してたんだ。知らない間に。そして店頭に並んだ。今日は社員が3人もいるから、作業が早い。レジもスムーズで回る。一発かよ。どんどん。あー、なんか各地を巡ってるわ。でも多分あれサボテンだ、あれどうにかなるから。いいからドローしとく。GF ポーションも結構あるんだよ、ね。あんま効かないな、やっぱ。よし、引こう。やっぱ三高工場しよう。おのおの失ったものはここで調達せよ。サボテンダが1、2発くらいでもう。でもダイヤモンド出したらこれ消しとんだろうな、トリプルとかダブルとか。5000で消しとんだね、やっぱり。これでもいいの持ってそうだな、上等なやつ。ケアルがあるんじゃないかな、これ。シェルさえ効いてる500で抑えられるから。ケアルが引けるんだったらお得なんだよね。エース凸ダブルか。ダブル間に合ってるからいいや。よし。梅を作るぞ。梅をさ、角砂糖でさ、瓶詰めにしてさ、つけておくの。ちょっと見たことないやつ来たな。伸びしてた。フレアとホーリー。あ、だからここで取り揃えとけっていう、絶対そういう話だと思う。でも、ケアル置いてないのは不自然だから、そういう意図じゃないのかな。でも、弱すぎるんだよな、向こうなんか。ごねされた。何事よ。ホーリーでケアル69。うん、こねされる。何、5って出たよね、今。やばい、これ。速攻で倒さないと系だったら GF 間に合わないから、やっぱ魔法ですか。急にちょっといい、もう速攻決める。これどうなっちゃうの。3000固定くらいの気持ちで打てるけど。次回そう。じゃあスコール殴れ。スコールはそっちの方が強い。で、トリブルで、ブリザーカの方がいい。あ、これできる。あともう一旦回ってくる前に消し飛ばさないと。引く系じゃないのかよ、これ。やべ、倒せる。間に合わない、多分。あ、間に合った。あ、頼む、スキースティスさんの俺、ブリザーカ3連打にかかって。このまず、わかんない。死のカウントなんかわかんない、そもそもの話。アルテマ。あ、全然弱いやつ飛んできた。いけんじゃん、じゃあ。そんな聞かない。キースティスさんは確定で生き残るでしょ。弱者から削っていくってわけで、何事じゃけ。お、来たで来たで、お前やっぱ知らんやつがピンチでシャシャリ出てきやがるあ、いいですよそれ、 GF 出てこないんでどんどん斬鉄拳してもらっちゃっていいですけど。何が起きたんですか今、何も起きてなくなったですか本当に何だったの、ちょっと顔を出しに来たんだけど武骨な親父だった。いいじゃないか、まあ、ピアノ最後まで聴いて拍手して帰ればいいのに、なんでピアノ弾いてる様だけを目に焼き付けて帰っていくんだ。頼む、花束を持って壇上に上がってきてくださいよ。お父さん言ってあげてっていうくだりも頼むって。あれ結構マジ旗から見てて泣きそうになる。終わりでよくない、まだにぎにぎのパターンがあった。やびやびがどんくらいくんだ、1000くらいはいくよさすがに。3000効くんだ、でけえ。あ、勝った勝った勝った、もたえ苦しまして勝った。破滅、獅子が四方に八方に飛び散って。世話しないなぁ、人の死にざまって。女の人だった多分。いやわかんない、なんかいろんなところがまるっとまるっともこっとしてるから、ちょっとわかんない、ふっくらしてるから。終わりこれで。意図がわかんなかった結局これの。各地を巡ることくらいしか、まあ、実質やってることそわりになったけど。チキ食そんなやついたっけ。あ、帰ってこれだ。オッケー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 。よくわかんないけどできた。まあここら辺にいるんじゃなかろうかと、時間圧縮を受けながらもと。まあ絶対花畑だと思うけど、表出ろ。ああ、だついでママ先生とかがいる可能性あるから、そこら辺考慮してこっちら辺に突っ込んでみる。出れなくなってる。いやこっちで合ってる、違うかもしれない。こっちか。こっちか。違うな。奥だ。なんだここは。入り組んでいる。複雑な構造だ。違法建築物に違いない。表に出れない。あ、これ、ここか。ここ、これと俺か。あいたいた。窓から出ようとした。それは泳ぎ悪いから出れない。いないな、誰も。えこの時代のシードたちがやられてんの。麻袋みたいな吹き上がって、どんだけ物資足りてないの。結構猛攻撃食らってるっぽいの。すげえ、こんなちょうだいサスペンス劇場だった。はえ、悪魔城ですかこれなんかいろんな要素あるなこのゲームアルテミシアの時代。やっぱ鎖で浮遊するような城ってなんか知んないけど、落ちた時のためのクッションなのかな。じゃあ鎖伝っていきますか。いいの、花畑のとこ行かなくて。